この3日間、まあ、神山拓也さん、佐藤慎太郎さん、そして準決勝では郡司さんから押し切ってですけど、3日間の手応え、自信というのはどうですか？まあ、本当にこう3日通して落ち着いて、その中でもしっかり自分の力出し切って走れてるなというふうに思うので、まあ、こう状態的にはすごいいいのかなと思います。準決のまあメンバー構成や展開の中で、まあ、あれだけ落ち着いて、それでいてその強く勝つというのは、すごくインパクトありましたけど。そうですね、もう本当に、まあ、もちろん勝ち上がりなんで勝つことも大事ですけど、自分の力出し切って、本当にこう強いと思ってもらえる走り、足もそうですけど気持ちの面でも、っていうのを前面に出していければいいなというふうに思ってたので、まあ、本当にこういい形できているのかなと思います。本当にその記念はもちろんだし、 G1 でやれるぞというなんかもう間違いないと、周りから感じられるんじゃないかなと思いますけど、まあ、本当にそうやって周りからこうおっていうふうに思われることが、まあ、またこう自分の力を出しやすい、こうなんていうんですかね、環境っていうのを作れると思いますし、まあ、一個一個こう自分の力でしっかり掴み取っていきたいです。まず本当にあの明日の決勝がね、とにかく楽しみな上で、後半の G1 戦、はい、めちゃくちゃ盛り上げて、はい、くれるんじゃないかと期待しています。はい、また頑張ります。頑張る、はい、ありがとうございました。